自信があるというのと、自信がないというのは、妄想を信じているという点では同じことです。自信とは、自分を信じるということです。自分を信じるとは、未来の自分はきっとこうしているだろう。未来の自分はきっとこうなっているだろうと信じることです。未来の自分というのは、頭の中で生み出した妄想です。私にはできる。という妄想をしている状態を自信があると言います。私にはできないという妄想をしている状態を自信がないと言います。私にはできるという妄想を信じるのも、私にはできないという妄想を信じるのも、まだ起きていない未来のイメージを信じていることには変わりません。ポジティブな未来を信じるのも、ネガティブな未来を信じるのも、自分の妄想を信じる、自分が頭の中で描いた未来の自分の姿を信じる、つまり自分を信じていることになります。自信がありますと思っている人も、自信がないんですと思っている人も、自信があるということになります。私にはできると思っている時の方が、私にはできないと思っている時より行動を起こしやすくなります。私にはできると妄想していれば気分よく行動することができます。私にはできないと妄想していると嫌な気持ちになりながら行動することになります。自信がある状態も自信がない状態も妄想なのだから、私にはできると思って行動した方がいいに決まっています。あなたは自由に妄想できるのだから、失敗した時のことを想像して怖くなるより、ポジティブな未来をイメージしてワクワクしていた方がいいに決まっています。しかし、それがわかっていても、ネガティブなことばかり考えて行動を起こすことができなくなってしまうことがあります。私たちは、想定と違うことが起きると嫌な気持ちになるようにできています。私にはできると想定していたのに、私にはできませんでしたということになると、がっかりしたり落ち込んだりといった不快な気持ちになります。なので、そのような不快感を避けるために、私にはできると想定するのをやめてしまうことがあります。どうせ私にはできませんからと思うことで、未来の自分ががっかりしたり落ち込んだりすることを防ごうとします。ほら、やっぱりできなかったとネガティブな結果を想定内にすることで、うまくいかなかった時の不快感を軽減しようとします。失敗した時のことを考えておけば、実際に失敗した時のショックを和らげることができます。しかし、失敗することばかり考えていたら、怖くなって行動できなくなってしまいます。私にはできないという思いにとらわれることで、自分を楽しませたり、喜ばせたりするための行動を起こすことができなくなります。うまくいかなかったらどうしようと不安になるのは、とても大切なことです。私たちは不安になるから、失敗しないように気をつけようと慎重になり、成功する確率を高めることができるようになります。しかし、行動できなくなるまで不安になるのは、ちょっとやりすぎです。私たちは、料理を美味しくするために、塩という調味料を使います。しかし、もっと美味しくするんだと大量の塩を入れたら、逆に料理はまずくなってしまいます。しょっぱくなりすぎて、美味しい料理を楽しむという目的を果たすことができなくなります。塩は少し入れるから美味しくなるのであって、大量に使うものではありません。それと同じで、行動を起こす前は適度に不安になる必要があります。ちょっと慎重になって
失敗する可能性を減らすという程度に不安になるのが適量です。ネガティブな妄想にとらわれて行動を起こすことができなくなっている自分に気づいたら、ちょっとやりすぎたなと思ってポジティブな妄想に切り替えていきましょう。失敗した時のショックを和らげるためにネガティブな妄想をしていたなと気づいたら、失敗して落ち込んでもまた立ち直ることができるから大丈夫だよと自分に語りかけてあげましょう。気落ちしている自分に寄り添って優しくしてあげれば、あなたは必ずまた元気になれるから大丈夫です。それはがっかりするのも当然だよ、それは辛いよねといたわってあげることで、だんだんと傷ついた心が癒されていきます。ということで、自信があるというのも自信がないというのも妄想であることには変わりません。大切なのは、自信をつけなければいけない、自信がない自分はダメだと考えるのではなく、行動できるように妄想を調節することです。失敗してがっかりしたくないという思いにとらわれている自分に気づいたら、しっかりと落ち込んだ後に立ち直って元気になるという妄想に切り替えましょう。あなたは自信があるなしに関係なく、自分を楽しませたり喜ばせたりするための行動を起こすことで自分を幸せにすることができます。なので、自分を幸せにするための行動を起こしやすくなるような妄想をしていってほしいと思います。